兵庫県立美術館のトークイベントをここ東京代官山のマテリアリという私たちのお店から本日はお届けしたいと思います。今日は本当に初めてこのような対談形式になる私たちのアトリエの中心的なメンバーでもあり、テキスタイルデザイナーとして、そして会社の副社長として、20年間働いている田中恵子と、そして、同じくプレスとして、そしてデザイナーとして長江は25年、本当に私が始めた時からずっとミナペロホネで働いてくれている、この中心的なあのミナペロホネを支えている2人と、そして今日は、生きる働く作るという本が出版されましたが、その時に本を出版してくださり、そして自分の、小さな頃からのずっと生い立ちを、インタビューしてまとめてくださった松井正史さんにおいでいただいてトークを進めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今、触れてくださったこの生きる働く作るっていう本なんですけど、多くの方がもう読んでくださってると思いますが、まだまだ読んでらっしゃらない方も多いと思うので、少しそのあたりから話をしようかなって思うんですけど、はい、今皆川さんが触れてくださったこの田中恵子さんと長江葵さんと、このお二人は実はこの本の中でも重要人物として、はい、登場してきます。で私も実は皆川さんとはひょっとするともう10年近くのお付き合いになるかなと思うんですけれども、はい、展示会とかいろんな機会でミナペルホネに足を運ぶと、こうなぜかちょっとこう抜きんでていらっしゃる方がお二人いらっしゃって、はい、それが田中さんと長江さんで、はい、で友人の編集者なんかからとも話してると、長江さんはねとか田中さんはねっていうのを聞いていて、はい、大変な人物なんだなっていうのは分かってたんですけど、でも今回話を詳しく伺って、はい、なるほどそうなのかっていうことを、思って、非常に何て言うんでしょう、感銘を受けたんですけど、古さから言って長江さんの話からさせていただくと、まだ武蔵野美術大学の、ファッションデザインの勉強をされている頃から宮川さんとの出会いがあったわけですよね。はい、よくその頃から、長江さんにこう来てもらおうっていうふうに思ったなっていうのが、まあ、本にもそういうに書いてはあるんですけど、はい、今こう思うとなぜこう長江さんに来てもらおうと思ったのか、なぜかっていうと、すごくそのまだ服も全く売れない時代に全くこの会社がどうなるかも分からないような時に声をかけたわけじゃないですか。そこはどうしてなのかなって。もともとは長江が学生何人かと集まったその食事の会に来てくれて、そして長江からこのミナ、当時ミナというものに興味を持って何か手伝えることがあればっていうことだったんですけど、まあ、本当にやることを手伝ってもらうことすら思い浮かばないぐらい、あまりこうまだ活動が始まったばかりで何もなかったんですけど、まあ一人よりは何かこう好きで、そのブランドを好きだと思ってくれる人がいるっていうのは心強いなっていうこと、そのぐらいの本当にまだ特別な役割を期待するとかそういうこともなかったんですけど、まあ、でもそれが始まってからとってもある種こう疑いがない物事へのこう取り組み方っていうことは、とってもなんか自分がやってる上で自分自身もやっていることに対して素直にこう取り組めるというか、あ、同じ気持ちでやってくれてる人がいるっていうのはすごくいいもんだなっていうのは感じたんですけど、ね、はい、はい、長江さんに伺いたいんですけど、この本の中でね、宮川さんのそのアトリエにみんなで行った時に本棚
の並んでる本を見て、すごい興味を持ったみたいに根山さんがおっしゃってるんですけど、もし覚えてらしたらそのあたりの話から聞かせてください。ジェリーおじさんがありましたね。ジェリーおじさん、大竹新郎さんですね。ちょっと大きい本棚があって、飾るように置ける本棚だったので、そのいっぱい並べるというよりは表紙がよく見えるように飾ってある本が何冊かあって、そこにジェリーおじさんがあったのと、大竹新郎さん の、 そのマスキングテープなどを使ったその白とベージュ の、 その素材がかなり限定されたもので作った絵の作品集があったのと、チベットだと思うんですけど、その風景の写真集とがありましたね。それをよく覚えてます。あとナショナルジオグラフィックが出てましたね。あの古本屋さんで買うようなのが何個かあって、でその頃の永井さんというのは、そのいずれ可能ならばファッションの世界に自分も入っていってデザイナーになりたいなっていう気持ちがあったんですか？ファッションかどうかもちょっと定まってなかった気がしますね。その美大の中でファッションを学ぶっていうのもある意味ちょっと偶然のようなところもあって、で入って楽しいんだけれど、自分が何が好きなのか、写真なのか服なのか絵なのかっていうのをまだ探りながらいる時期だったとも思います。想像するにですけど、宮川さんって多分そんなに変わってなかった、今みたいな宮川さんだったんじゃないかって想像するんですけど、 で、 す、ね、でもここはちょっと違ったってことはあります、うん、周りが違いましたよね。その周りが違うというのは、その今例えば宮川が何か説明しようと思ったらみんなが聞いてくれるんですよ今は。でもやっぱり当時は服を作り始めたばかりの、まあ、一人の若い人が来たっていうので、まあ、聞いてくれない方がいたり、聞く時の心の開き方が違う時があったりっていうのはあった気がしますね。本の中で、稲川さんそこはもうさらっとこうあんまり触れないようにされてる中でね、多分永井さん以外にもその同じ大学の同級生とか友達とかが興味持って手伝いに来たんだけど、多分皆さん、まあ、それぞれのところに戻っていくっていうか、永井さんだけ残った感じがして、でひょっとするともう遠慮なく申し上げますけど、はい、ここにいても未来はないって思って引き返した人がたくさんいたかもしれないなって思うんですね。でさっき宮川さんが疑いのない人、こう未来とかそういうものに対して疑わない人だっていうふうに永井さんのことを評されてましたけど、ここにそれこそそんなにアルバイト代もほとんど出ないような、交通費ぐらいしか出ないような中 で、 でみんなそんなにこうとどまらない中で、永井さんだけ残ったっていうのはなかなかご自分で説明するのはちょっと難しいかもしれませんけど、どうしてですか？どうしてでしょうね。楽しかったからというのもあったと思いますし、悔しくてまだやめられないっていうのもあったと思います。要するにその悔しい、自分がこう力をやっぱり尽くしてきていることがまだ結果が出ていないとか、そのこうもっと例えばたくさんの人が知ってくれたらきっと好きになってくれる人がたくさんいると思ってやっているんですけど、まだその状態になっていないっていう時に、今辞めたらその今までももったいない気がしてしまうというか、そういう気持ちはありましたね。この今の時点から最初の星花みたいなそのデザインを見ると、あ、原点だなっていうふうにして見ることができると思うんですけど、全くゼロから星花みたいなものを見たときに、今のように皆さんが素敵ってすぐに思ったかどうかっていうのは、必ずしも絶対そうだとも言えないかもしれないっていうふうに思うんですけど、そういうデザイナーとしての皆川さん、やっぱりこの人は違うなって多分思ったんじゃないかなって思うんですけど、そうですね、星花の時にそう思いましたね。星花の時に、星花の時に私がそのミナペルホネの、まあ、当時ミナという名前だったんですけど、手伝い始める前に星花という柄とフラワーという柄は持ってきていて、
星花を見てすごく大好きだったんですけど、その時に今皆川が話してくれたのが、よくあるレース柄はそのモチーフとモチーフの間が何か、例えば花と花の間がツタでつながってるみたいなさんが多くて、それはそのテクニック上糸を切らないっていうことも、まあ、刺繍のテクニックとしてよく使われることで、そのそうするとその糸を切るっていう時に一手間増えるんですよね、やっぱり。でそういうことだったり、刺繍がその星花ってかなりお花が立体的なんですけど、それはそのパッと見目に見えていないところにも下側にたくさん糸が使われていて立体的にしているんですけど、そうすることによってやっぱり刺繍代としては高くなっていくので、まあ、よくあるその図案としては表面がなるべくこう表面積が刺繍で覆われていても、まあ、それほど立体的に糸を盛らないっていうことがある。でもそのいろいろよくあることの真逆をしながらその星花を作っているっていう時に、それを聞いた時に、まあ、自分がこう直感で可愛いと思ったものに理由があるっていうことにすごく感動したんですね。でそんな風にできたら楽しいなっていうのが原点でしたね。大学卒業する時も一切就職活動しないで、あの未来にこれからもずっとやっていくっていう感じで、宮川さんがあそうなんだなと思った時にやっぱり結構緊張するっていうか、はい、この人を食べさせなきゃいけないっていうか、そうですね、はい、そのあたりの時の心境ってどんな感じだったんですか。ちょうど自分の中にも大一番で働いていて、この先どうなるだろうっていうこと、このままずっと二足のわらじなんだろうかとかっていうことを考え始めたのと同時に、ほんの少しだけ取引先ができている、あこれはやめない限り結局は大きな変化がないなと思ったので、長屋の卒業っていう機会を自分 の, あの道を絞るっていうことと重ねて決定、自分で決断できたっていうことはあるんですよね。働くっていう場所を他の人がその皆を選ぶっていうことは、自分もそこを一本にしなければいけないっていう思えたっていうか、はいはい、あの本がもう形になった後ぐらいだったと思うんですけど、まだ発売の前ぐらいに長屋さんと話してたら、その市場を辞めたらもっとあの仕事に集中してもっと行くとあのうまくいくと思ってたっておっしゃってたんですけど、それは宮川さんにもそうおっしゃったんですか。そうですね、でもそうですね、結構でも思い切ったあれかなり踏み込んだ意見だったんですよね。ねえ、ただそうですねどうなんでしょう、その感覚としては少しずつ少しずつその気にしてくださっている方が増えているって手応えはあったんですよね。なのでそこに力を入れる時間が増えればおのずと結果も得られるんじゃないかっていう感覚はあったんですが、ただやっぱり学生なので そしてあまりその経営的なことの頭がもともと働かないタイプなので、もう本当に直感だけで話しているのであれでしたけど、だから思い切ったことを言ってるとも思わずに言っていたっていう状況でしたね。このすごく好きな場面で言うと、あの皆川さんが中古で買ったね、シトロエンのドゥーシボールで、はい、あの皆川さんと2人で東北にとにかくその売り込みにの旅に出る、はい、あの今みたいに全くネットのない時代にあの飛び込みって、だですか今飛び込みっていうこともねもうほとんどないみたいな話ですよ ね、はい、何の約束もなく東北 の, あ の, あの主要都市をこう2人で見本を持って旅するシーンがこれ映画になったらすごくいいんじゃないかなって思うんですけど、で一着も売れないっていうところがすごく好きで、あの売れないのが好きっていうのは問題ありますけど、でも なんだろうな、あの辺りのそのそれこそ皆川さんも自分のやってることについては疑ってなかったってことですよね。
そうですね、うん、方法論をそもそもアパレルの運営の仕方を知らないままに始めてるので、自分が思いついたことがきっとやるべきことなんだろうっていう意味では疑ってなかったですね、はい、やるたびにあ違うんだってことは分かるんですけど、はいはい、それでそのじわ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 とではあるけれども、注文の数は増えてきた、はい、だけどとても新たに人を雇うとか普通だったら新たな店舗を出してもっと飛躍させようとは思えないぐらいの状態なのに、はい、白金台に直営店の、まあ、最初の店を出すっていうところもこの本 の、 最初の山場、2番目ぐらいの山場かな、はい、でまたその話かと思われるかもしれませんけど、その時にその皆川さんのというか、まあ、皆の、はい、預金通帳には5万円しかなかった、はい、っていう、いや白金台の店って行かれた方も多いと思うんですけど、あの店の感じっていうのはやっぱりもうある程度成功した人がかっこいい直営店をオープンしたって感じのお店だと思うんですけど、はい、そんな舞台裏だったっていうのは本当驚きましたね。そうですね、今の状態より1個前の、あ、はいはい、アトリエとお店がつながっている感じだったので、はい、本当に施工も3回塗るところを2回にしてくださいとか、削って削ってようやくオープンして作れるものは自分たちで作るっていう方法でしたけど、そうですね、自分はあんまりそういうやろうっていうことに対しての後先を考えない、うん、それがまあ良い時もあるし悪い時もあるんでしょうけど、直営店をオープンするっていうのは確かに今思うと、ミナを始めて5年目でしたので、随分早く決断したんだなと振り返って思いますね、はい、その自分たちの時間だけじゃなくてやれていることや知っていただいている状態っていう中からすると、随分早い決断だったんだなと思いますね。で、オープンした途端にバーって人が来たかっていうとそうでもなかったりして、数日経ってから徐々に増えていくっていうところもなんか、はいはい、見習しいなんか、はい、始まり方だなって思ったんですけど、長江さんはその時にひょっとしてこれでアウトかもっていうふうにちょっと思った瞬間ってないんですか？お金の面ではなかったんですけど、うん、それまでってやっぱりその卸だと対プロの方とのやり取りなんですよね、うん、それがお店になると初めてそうではなく、本当にたくさんのいろんな方から、まあ、例えばご質問いただいたり来ていただくときにちゃんと対応できるかなの方がもう本当に不安でいっぱいでしたね、その時は。なのでなんかそれまでとは違う形でしっかりしないといけないんだろうなっていうことで、それがその自分が至らないことでこう信用、みんなの信用を失ったらどうしようっていう、どちらかというとそっちのドキドキでいっぱいでしたね。でも本当1週間ぐらいするタイミングですかね、もうどんどんお客さんがそそ押し寄せるようにやってきて、今までとは考えもつかないようなまあ、売り上げも上がってきてっていう時に、山さんはもうある意味予想通りだったっていう感じですかね。いえ、その時はほとんど予想っていうことがなかったんです。どうなるんだろうなっていう、他人事ではないんですけど、こうやってお店を開いた結果どうなっていくんだろうなっていうことを、なんかある種俯瞰しているところもあって、でもお客様が来ていただいて直接アトリエのと接してたので、自分も接客をしながら話をしているうちに、なんかとっても物を作ってそれを着る人がここにいてっていう実感が、作ってるだけとは明らかに違う状況だっていうことはあって、そしてそれはとってもやりがいがあるなってすごく感じて楽しくなってましたね、とっても。それで瞬く間にそのミナペルホネっていうブランドがもう知る人ぞ知るの層がどんどん厚くなっていって、で最初の個展が
モッサンドで、はい、スパイラル スパイラルで、はい、粒子っていうタイプ、はい、でそこの、ボランティアスタッフとして入ってきたのは田中恵子さんっていうことで、はい、養子ですね、はい、で田中恵子さんは、京都精華大っていう京都で そのデザインとか芸術の大学としてはかなりこうリベラルで伝統のあるところで学ばれてテキスタイルの勉強をしていて、しかしミナペロナのことは全く知らないで、でいつも行っていた美容院の美容師さんから、あなたテキスタイルに関心があるんだったらここに行ってみたらどうっていうようなことを言われて初めて知ったっていう、はい、そうですか、はい、大学4年あるんですけど3年目で一度ちょっと休学をして、はい、海外に行ってみたいと思ったので、はい、ニューヨークの方に行って、はい、多分その時に多分ミナがこう巷ではこう盛り上がっていたと思うんですけど、そのことを全然知らず1年で帰ってきて、で、まあ、就職活動を周りがみんなしてるんですけど、ちょっとそこにピントがなんかピンときてなくて、で髪の毛を切りに行った時にテキスタイルってこういうお仕事なのっていう雑誌を見せてもらった時に、うん、テキスタイルデザイナーとして出て、あ、はいはいはい、だからその時は、はい、わあ素敵な服だわっていう感じでもなかったんじゃないですか。そのページは服がなかった。あ、そうなんですか。そうなんですか。そうなんですか。いや、なぜ私がそんな乱暴なことを質問したかっていうと、はい、これもこの本に出てるんですけど、まあいろいろあって、っていうか田中さんが、まあ、手紙を出されたんですよね、はい、働きたいっていう、はい、で皆川さんがじゃあ京都 のある店で、ちょっと展示会みたいなのがあるからその機会にじゃあ会いましょうかって言って田中さんが現れたら鼻ピアスをしていて、でヒョウ柄の服を着ていて、面接の時でしたっけ。あ、そうか、軽文社の時、軽文社だから、まあ、ある種ミナペルホネの対局の入れ立ちで、そうですね。いや、なんか、空手も有段者なんですね。そうです、そう、はい、ニューヨーク行った時はもう空手の有段者として、まあ、もう やめていたというか、骨折してしまって、怪我をしてやめました。あ、怪我をしてやめたって意味で同じですね。そうですね。で、最初に面接に行く時に鼻ピアスとヒョウ柄がミナペルホネンとはちょっと違うぞっていう意識は全くなかったんですか。はい、実は面接でお会いするのが2回目の時で、1回目はその軽文社で皆川のトークがあるよっていうことを言われたのを聞いて行った時に、その事前に用意していた質問が偶然にも読まれたんですね。その時に私はこう面と向かって話をするとも思っていなかったので、通常の入れたち通常で行った時に、その事前に手紙を書いていたので、その名前を覚えてくださって、うん、覚えてくれていて、で、はい、田中さんっているんですかみたいなことを言われた時に、ちょっと黙っとこうと思って、こんな感じだしこんな格好だしと思ってたんですけど、周りに知ってる人が何人かいらしてすごい見てくるので、そこで立って私ですみたいな座ったんですけど、いや、入れ出しのことばっかり はい、言いましたけど、皆川さんはその手紙がすごい綺麗な丁寧な、はい、文字もそうだし、そうですね、書かれてある文章もすごくいい手紙だったっていうことが強く印象に残られたんですよね、はい、そうですね。なので余計にその会った時のこうギャップが、なのでそのギャップってやっぱり印象として強いですよね。その綺麗な文字で書かれた手紙とこの姿っていう結局僕はその奥を想像するっていうか、あ、この人はどんな振り幅を持ってるんだろうなっていうことにすごく関心を持つので、いや、ね、やっぱり
ミナペルホネンのショップとかあるいは展示会に行くとやっぱりなんか女性スタッフ多いと思うんですけど、はい、僕なんかが見るとやっぱりなんかある共通した空気みたいなのをまとって、はい、で、あのすごいそのやっぱなんかあるなっていうのを思うんですけど、はい、でも一方で皆川さんが新しい人と出会った時にちょっとこう違和感があったり、うん、なんかこうん、なんだこの人はっていうものに関心を持つっていうのは面白いなと思って、だからちょっと違うものが欲しいっていうこと、うん、なんですかね、その僕がもし皆川さんだったら、はい、あこの人違うかもって思うかもしれない、うん、そこは何だろうなって、なんとなくやはりその僕らのテキスタイルの中にバードっていう代表的な柄の一つがあって、いろいろな7色の色の鳥が渡り鳥として飛んでいくっていうのはまさに自分が目指していた初期のアトリエの様子で、その多様な人たちが同じ志を持って同じ方向に向かっていくっていうことはすごく理想的な状態だなと思ってたんで、似ている自分をよく理解してまたは自分の言ってることを常に良しとして動いてくれる人よりも何かこう自分の考えを伝えてくれたり、時には異を唱えてくれたりっていうことの方が自然だなっていう感じはあったんですね、はいはい、田中さんがスタッフになってもう本当経営陣の一人としてもう活躍するまでになって、で、まあ、皆川さんがどこをこう信頼してるかっていうのの一つに、そのあるシーズンごとの、まあ、新作のデザインとかについて結構思ったことをそのまま皆川さんにおっしゃる、はい、そういうその批評の目っていうものもすごくありがたいんだっていうふうに皆さんおっしゃってるんですけど、田中さんはそういうことを言うときって全くなんていうのかな、何の遠慮もなく思ったことをズバッて普通に言えるんですか？そうですね、まあ、でも皆が、まあ、横にいて一緒に書いているので思ったことは伝えた方が、うん、後からずっとモヤモヤしたまま同じ絵をずっと見続けるのもきっとストレスっていうか、なんか変な対応をしそうだなと思っていて、まあ、その時はこのようにした方がいいと思いますみたいなことをお伝えするようにしてでもそれを、ね、信頼してるってことですよね。そうですね、聞くっていうことは何か自分でも引っかかってるけど解決しないことがあるんで、うん、まあ、そういう時に田中の目から見たものがどういうものかっていうのはすごく信頼してますけど、はい、うん、僕はあと永井さんと田中さんに共通してる点で共通してるんじゃないかなと思ったのは、お二人はそれぞれにこう対外的なことを、ですから永井さんは、まあ、プレスの責任者っていうやってらっしゃるわけですし、田中さんは経営者の、まあ、副社長として対外的な対応をするときにやっぱりいろんな、これだけのブランドになってくると他の企業とのやり取りとか、あるいは雑誌とのやり取りとか、いろんな中でちょっとこれは困ったなみたいなことも当然起こるわけですけど、そういうときにやっぱりその対外的に言うべきことを言うっていう役割をお二人がそれぞれに担ってらっしゃるんじゃないかなっていうのを感じるんですけど、永井さんはそのプレスの責任者としてこれだけのブランドになってきた時っていうのはやっぱりなんかかなりやるべきことも増えてくるし、時々やっぱりちゃんとこうは言わないといけないなっていう時には言うってことですよね。そうですね、お伝えしていくっていう気持ちですかね、その自分たちがこういうふうに生きたいんだっていう方向をお伝えするのが、まあ、プレスの仕事だと思っているので、それはその何か違う反応が返ってくるっていうのを伝え方がまだ足りてないんだなっていうことだと思って、それをこう試していくというか、そういうことなのかな。永
伝え方するわけですよね。だからお伝えするっていう、だからなんかこう違いますって言われてるというふうにはもう思われないように、あのこちらの気持ちをあのなんとか上手に伝えるっていう感じ。そうですね、あの興味を持ってくださってるから一緒にしましょうっていうことなんですもんね、うん、なのであのそういう気持ちではありますね。ただそのそういうことをするっていうことと、もっとそうではなくて、誰からも聞かれていないけれど私たちはこうなんだと発信していくっていうこともすごく大切なことだと思っているんですけど、そこがその足りないのかなっていうふうに、その日々自分のそのやらなくてはいけないことは何だろうっていうことをあの、まあ、つどつどこう自問自答したりするときに、あの日々反省ですね。田中さんはこれもあんまりあの具体的にはちょっと言えないと思うんですけど、はい、いろんなその他の会社とのこう、はい、コラボレーションみたいな時に、はい、あれちょっと話違うんじゃないかっていう時に、はい、皆さんの前に立って、はい、ガンって言うっていうこともなさるわけですよね、はい、そうですね、あの、まあ、始めた時に人数が少なかったっていうのもあるんですけど、皆川や長江の前一枚壁になごっていうふうには最初の頃からなんとなく意識はしていたんですけど、うん、そのきっと長江は優しい言葉を持っていて、で皆川はあの核となるものを持っているんですけど、そのそれをいきなりお伝えするというよりかは自分がその前に立ってそこの違うってなったところをこうなんていうんですかね、その、まあ、代わりに伝えるというかっていう役目を したいと思ってたのか、まあ、してきたっていうところ。もともとそういうキャラクターだと思います。だからなんかそういうあの場面って別に直接見たことないんですけど、あのなんかこう全く遠慮なしに相手に対してちょっと約束が違うんじゃないですかみたいなことを言う時 の田中さんと、空手の有段者の田中さんと、はい、花ピアスの田中さんがこう三重打つになってたんですけど、そういうところはなんていうか、もともと持ってるなんかこうキャラクターみたいなものが素直にこう出てるっていう感じ。おそらく、はい、でも随分今丸くなっているとは思っているんですけれど、あのそうですか、そうでもないですかね。逆に、まあ、あの言葉とかはもちろんいろんなボキャブラリーが増えたと思いますけど、かえって芯はどん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 こう強くなってるというか、うん、だから精神性は強くなってるけど、確かに表現はいろんな方法を覚えたんだろうなっていう感じですね、はい、やっぱりそのミナペルホネン のテキスタイルとかこの服の感じとかからすると、やっぱりそこにはなんかその言葉を選ばずに攻撃性みたいなものは全く感じられないし、ですけどでもやっぱり企業は企業なので、はい、あの企業としてこう動かしている間にはいろいろ、まあ、これも大げさな言葉を使えばある程度戦わなければいけない場面もあるし、はい、厳しい決断をしなければいけないところもあると思うんですけど、はい、そういうところっていうのはお客様には、まあ、見せる必要はないんだけど、でもあそういうところがやっぱりあるんだなっていうのがこの本を編集してるときにすごく感じて、ミナペルホネンっていうブランドのやっぱりなんていうのかこう岩盤のしっかりしたこう岩盤みたいなものを感じましたね。そうです